新元ンン菜は油中の青菜系の野菜。中国野菜の中でも身近な野菜の一つとなっている。和名は大菜。白軸のものはパクチョイとも呼称される。原産地は中国河南地方。日本には1970年代の日中国交回復の頃に入ってきたと言われる。特に日本では千葉県の柏市で先駆けて栽培された。経緯としては、 柏市の老舗中華料理店のチアジサイが種を日本に持ち込み、地元農家の西川氏らと栽培法を確立した。路地物においては、秋が旬とされているが、生育期間が40日から50日と短い上、気温の変化に比較的強いことから、日本国内では、静岡県、長野県、埼玉県などの主産地におけるハウス栽培の活用により、 一年中市場に出回っている。家庭でも栽培でき、路地栽培やプランター栽培が適している。葉は緑色、肉厚な軸の部分は、単力色をしており、柔らかく、歯切れが良い。アクがなく、煮崩れないため、炒め物の他に、スープや煮込み料理によく用いられる。主な栄養素は、ビタミン A、ビタミン C、ベータ、カロテン、カルシウム、カリウム、鉄分。 食物繊維。チンゲン菜が日本へ入ってきたのは日中国交回復以降である。英語圏においては白菜の関東語方言発音からパクチョイという呼称が確立していたため当初は軸が青いものを青系パクチョイ、白いものを白系パクチョイと呼んでいた。後に日本独自の用法として青系のものをチンゲン菜、白いものをパクチョイに統一した。 中国では一般に小白菜と呼ばれ、中国東北部では油菜と呼ばれている。なお、漢字で書くと同じ白菜となる。白菜は三頭菜の別名であり、同じ油中でも別の植物である。1A で 196kg ほど収穫することができる。土壌は pH6.0 から6.5が適切だが、 乾燥土壌だと生育が悪くなるためマルチ栽培が適している。畝幅は80から1 2 0トル、上管は15から2 0トル以で、排水性が悪い場合は、畝を高く作る。発芽適温は20摂氏25度ほどで、天巻きの際は株孫から1 5トルを取り、1箇所に4から5粒ずつ、チンゲン菜の種をまく。水やりは午前中に行う。 暑い時期の水やりは、日中を避けて、気温の低い早朝か、夕方に行わないと根を痛めてしまうので注意。チンゲン菜の草丈が20から25センチメートルくらい、株元の直径が4から6センチメートルほどになったら、収穫適期となる。熱冷ましや胸焼けに効果があるとされ、胃がムカムカする時に最適である。USDA ナショナルニュートリアントデータベースハット、野菜通信。 柏市役所。2019年4月27日閲覧。高校賃元祭白菜、白菜祭、作物統計調査作況調査確保平成29年産、野菜生産出荷統計野菜調査産、都道府県別の作付け面積、10R あたり終了、収穫量及び、出荷量賃元祭統計表、グラフ表示、政府統計の総合窓口、 2021年2月5日閲覧。賃言祭基本の育て方と本格的な栽培のコツ。アグリピック。農業、ガーデニング、園芸、家庭菜園マガジン。アグリピック。2021年2月5日閲覧。ありがとうございます。